こんにちは。ナビゲーターの東條朝香です。現在、総流型潜水艦より新型潜水艦が建造される。日本が誇る潜水艦技術だ。豪州も通常動力型では日本の性能に勝る潜水艦はないと考えているだろう。今となっては中国との決別により豪州は米国との同盟を強めている。そう、流型潜水艦にリチウムイオン電池を搭載したのもまだまだ序章に過ぎない。これからどんな最新技術が搭載されるのか楽しみでもある。では今回新型潜水艦の話をしていこう。今現在進行中の計画の概要が入ってきた。では話をしていきますね。少し豪州の話もしていけたらと考えています。海上自衛隊の戦力の中核として、このところ、毎年一隻ずつ順当に新造艦が収益しているのが潜水艦だが、そう、流型最終12番艦の収益を控えた2020年、すでに、次級の3000トン型も建造されている。未だ、3000トン型という呼称で正式な名称が、どのように命名されるのかは、まだ未発表だが、従来までと同様に、1番艦が、ネームシップとなり、以後は、その名称が、艦級をそのまま示すことになるのだろう。現行の、そう、流型は、11番艦、鳳竜から、世界初となる。リチウムイオンバッテリーを蓄電池に採用した、実用型の潜水艦として、報道などで、広く、その名を知られる艦艇となった。無論、現時点での総合的な運用上では、燃料補充や蓄電池交換をほぼ、必要としない原子力推進型に比べれば、作戦行動範囲間や連続航行時間に、劣ることは否めないが、今の日本では、最良の選択だろう。現在建造中の3000トン型潜水艦も、この、鳳竜以降の仕様を、ほぼ継承し、基準排水量で100トンほど増加した3000トンであることから、仮の名称である3000トン型潜水艦と呼称されている。そう、流型は前述の通り12番艦まで建造されたが、さらに前級の親潮型は11番艦が最終であり、2020年の時点では3000トン級の最終建造数は未定だが、すでに3隻の建造が進められている。3000トン型潜水艦の1番艦は三菱重工業神戸造船所が建造しており、2番艦は川崎重工業神戸工場という順番で、こちらも従来通りに、この2社が毎年交互に担当し、建造を進めている状態にある。この2社継続の建造体制が、日本の潜水艦技術の維持、向上に大きく寄与していると考えられ、戦闘機などと異なり、日本の自衛隊のテーゼである、専守防衛に即した潜水艦作りを支えていると言えよう。これは、国産の潜水艦作りに全くノウハウのないオーストラリアなどが
新型の通常動力型潜水艦をフランスに発注し、予定よりも建造が遅延した上、コスト的にも大幅に増加したのとは好対照だ。日本の潜水艦の建造コストは、総竜型12番艦の東竜で約670億円と、リチウムイオンバッテリーの採用でそれ以前の10番艦までより3割ほど高騰したが、オーストラリアは一隻約なんと約5000億円だという。最新型となる3000型では、一隻約700億円は超えるものと見られているが、建造から収益までの時間や費用対効果を考慮すれば、いかにオーストラリアの選択が不合理なのかは一目瞭然だろう。ただし、日本の潜水艦を兵器輸出の初実績の獲得に期待する側の意見としては、このオーストラリアの新型潜水艦の選考で選ばれなかったことを悔やむ意見も散見されるようだが、個人的にはむしろ安堵した。というのは、新型コロナウイルス以降、オーストラリアは中国への批判的な態度を強め始めてはいるが、従来近年は経済的な中国依存の傾向が強く、日本の生命線ともいえる潜水艦技術の提供には疑問符がつくからだ。オーストラリアが求めた排水量4000トンクラスの大型の通常動力型潜水艦は、確かに西側では実績が豊富なのは日本くらいしかなく、フランス湾は原子力推進型を通常動力型に仕様変更するという機上案だった。フランス側としては原子力推進型に戻す選択肢も可能だと示唆しているようだが、日本と同じく政治的に原子力潜水艦の保有が困難なオーストラリアにとっては、そうした方向性の変更はほぼ不可能だろう。さて、日本の3000トン型潜水艦だが、使用機能の多くが総竜型、欧竜以降のリチウムイオンバッテリー搭載艦の発展型と考えられているが、発電方式には新技術が導入されるようだ。これは通常動力型の潜水艦であれば、水中の航行には内蔵バッテリーである蓄電池の電力によってそれを行うのだが、バッテリー残量がなくなれば主機関のディーゼル機関を稼働させて発電機を動かす必要が生じる。この際、当然内燃機関であるディーゼル機関は給排気を行うため海上に浮上するか、シュノーケルだけを海上に出して同様の状態を確保することのなるのだが、このシュノーケル使用の時間を大幅に短縮するという。これは大容量、大電流量での充電が可能なリチウムイオンバッテリーの特性を生かすもので、従来的に探知される恐れが多く、つまり攻撃される可能性が極めて高かったこの時間のリスクを軽減することになる。加えて、3000トン型潜水艦では、船首の周囲を包み込むような形状のコンフォーマル化されたソナーを装備し、比較的先進度の海域での索敵能力が従来型の倍近い数値にまで高められるという
これは中国の大陸間弾道弾を搭載した戦略型潜水艦が潜むであろう。南シナ海が水深200メートル以内の大陸棚を多く抱えていることから、同海域を作戦行動範囲とすることを志向していると思える。